セイルレーシングジャパン TV セイルレーシングアンバサダーの井上則夫です。皆さんこんにちは。今回の商品はこちら、私も今つけてますけども、ディフェンダーというふうに大きく胸に入っています。セーリングをされている方ではよくご存知だと思うんですけれども、アメリカズカップというですね、世界最高峰の大会があります。その大会のですね、ディフェンダーチャンピオンが、チームニュージーランドというですね、ニュージーランドのチームになるんですけれども、そのチームのオフィシャルユニフォームウェアとしてセールレーシングが採用されています。その中でですね、ディフェンダーということでディフェンダーシリーズということで商品が出ています。私が着ているのがジップなしのプルオーバージャケットのパーカーです。こちらがですね、ジップありのパーカーになっていて、背中にもこちらは大きくディフェンダーというふうに入っています。こちらにはニュージーランドのですね、国旗も入ってますよ。そしてもうワンアイテムが、ジャケットタイプフードなしですね。こちらも背中に大きくディフェンダー入っています。来年のですね、21年の春にアメリカズカップ、ニュージーランドで開幕されます。ぜひですね、皆さんもチームニュージーランドのユニフォームセイルレーシングとともに応援をよろしくお願いします。